皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、 K&F コンセプトさんから送っていただきました ND2 から400のね、万能の ND フィルターをちょっと紹介していきたいと思います。で、箱を開封するとですね、このような革のねケースが中に入ってますね。で、今回はですね、映像の検証と写真でね撮るとどれだけ影響があるのかっていう検証もやってますんで、もしよろしければ最後まで見ていただければいいかなと思います。はい、でケースを開けるとね、このような ND フィルターが中に入ってます。はい、で ND フィルターはこんな感じになってるんですが、今までね提供していただいた、ND フィルターはですね、こういったオレンジのね回す部分がついてなかったんですけども、今回のやつはついてて、これがねかなり回しやすいですね。はい、はい、でこのオレンジのパーツはですね、ネジではないと思いますんで外せないとは思いますね。まあただ僕的にはねこれついてる方がいいと思うんで、まあ、特に問題ないかなとは思いますけどもね。はい、で、回した感じがですねこんな感じになってますね。本来はねオレンジのところを押さえて回すっていう感じになりますね。ちょっと映像的に見にくいかなということで、ちょっとオレンジのやつ持ってなくて、回してますけどもね、滑りで言うとですね、ゆっくり回るっていう感じかな。そんなにスカスカの回りではないですね。はい、はい、で、濃度がですね ND2 から400なんですけども、途中のね数字はちょっと打たれてはないですね。はい、ただメモリがね、8個打たれてるので、それでねおおよその濃度の濃さっていうのをね、が分かるようになってるっていう感じですね。はい、はい、で 72mm のフィルター径につけた感じがこんな感じになってますね。はい、結構なんかオレンジの色が特徴的で、結構なんかかっこよく感じますよねこれね。はい、で今回ね検証に使用したカメラは α7C に 50mmF1.4 と α7S3 に 16mm35mmF4 のですねフルサイズのレンズで、試してきました。はい、写真はですねレンズを付け替えて全て α7C で撮ってますね。で α7S3 は動画として、撮ってるっていう感じになってますね。で、それでは検証していきましょう。はい、ということでね、ND フィルターの検証をしていきたいと思います。はい、これがね ND フィルター何もついてない状態ですね。シャッタースピード60分の1、 F8 ですね。で、ISO 感度がですね80ですね。フルサイズはね80まで下げれるんで、ね、僕が持ってるカメラはね。で、露出がですねプラス 2.0 になってるんで、もう完全に飛んでる感じになってますね。ただまあかろうじてね見えるっちゃ見えますけどね、これでもね。うん、これをですね F 値もっと下げましょうか。このレンズね 16mm35mm のソニーのレンズなんですけど、 F4 までしか下げれないんですけどね。 F4 まで下げて、 F4 まで下げるとこんな感じですね。うん、だから F4 でちょっと 35mm とかしてね、今だから 24mm なんで、35mm にするとこんな感じですね。はい、これズームですね。はい、これでさちょっと近づいて花とか撮りたいってなっても、この F4 の時点でもう白飛びしてますよね。うん、っていうこともあって ND フィルターっていうのが必要なんですよね。はい、ちょっとね一番広角に戻します。はい、一番広角に戻すとこんな感じで、もう全然もう白飛んでますよね。はい、じゃあこのね状態でちょっと ND フィルターをちょっとつけてみたいと思います。はい、はい、で、つけた感じですね。これが、全くシャッタースピードとか ISO 感度は一緒で、2飛んでますね。また飛んでますね。これね ND2 ですね。この ND フィルターあれかな、つけた瞬間に ND2 ですね。だから ND2 っていうことは太陽の光を2分の1に減光してます。はい、太陽の光を2分の1に減光してもこれだけ明るいので、じゃあちょっと回していきましょうか。はい、でメモリはねいくつか書いてるんですけども、 ND2 と ND400 マックスのね400までしか書いてないんで、まあ、ちょっと順に回ちょっと回していきますね。はい、どこら辺で露出がいけるようになるか。これ F は4ですね今ね。はい、 ND ちょっとずっと回していって、露出がねプラマイゼロになるまで回します。プラマイゼロはちょっと待ってね、回してみ、これプラマイゼロですね。見た感じね、これちょっと暗くないのって思うかもしれないですが、僕だからねこれ暗いと思ってるんで、動画で撮るときはねやっぱ露出オーバー気味に撮りますね。これちょっと暗いでしょ、多分暗いと思うんで。うん、これ F4 ですね。これプラマイゼロ、シャッタースピード60分の1になってますねこれね。はい、で色ムラとか出てる、ちょっとね今ちょっと外で撮ってるんでちょっと何とも言えないんですけど、うん、でこれがですね ND どれぐらいになってるかっていうと、これがですね ND400 の1個手前の印になってるんでね、多分 ND200 ぐらいと思いますねこれ。あ、ちょっと印書いてないんであれなんですけどね。だからね前に紹介したあの ND8 から128の ND フィルターだとここまでできないんですよ。それがここの分まで、まだこれまだ暗くできますからね。マックスの ND400 まですると、どうなるかというとちょっと見てもらいましょうか。
はい、はい、これマックスですね。もう真っ暗でしょ。これ F4 ですよ。F4 でマイナス 2.0 なんでね、これちょっと見えてないかもしれないですが、イソ感度上げましょうか。イソ感度上げるとどうなるかっていうと、イソ感度上げて、イソ500ですね、これね。うん。で、まあ、露出プラス 1.3 ぐらいでこんな感じですね。ただですね、どこだろう、左上の方がちょっと黒くなってんのかな。うん。ちょっとムラが出てると思いますが、これはですね、この商品が悪いというよりかは、可変の ND フィルターはね、あの ND の濃度をね、濃くしすぎると、こんな感じでね、ムラがやや出たりしますね。まあ、可変なんでね。それが気になる方はね、やっぱし固定の ND フィルター使った方がいいかもしれないんですがね。回した感じ、こんな感じになってますね。うん、ほら、こんな感じ、ほら、出るでしょ、こういうふうな、この黒いやつが。はい、これがね、濃度濃くしすぎるとこんな感じになるんで、あんまりね、濃度濃くしすぎるのもダメですね。どこら辺やったら目立たへんやろ。ここら辺から出てきますね。ほら、ここら辺から出てくるんで、これをこの、これがギリギリかな。これどれぐらいかっていうとですね、これかなりやな。ND200 超えてますね。ND220 ぐらいやと思いますね、これ。うん。ぐらいまでやったら全然ムラなしで、ムラないんじゃないかな。ああ。いう感じになってますね。まあこれ露出飛んでるんで、まあ絞る必要があるんですけどもね。これでまあ F8 ぐらいまで絞ってかな、うん、っていう感じになってますね。はい、結構綺麗なこれ、うん、ですね。はい、なのでね、いちいちその固定の ND フィルターを何個も持っていかずとも、これだけできるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、ちょっとね、レンズ変えてちょっと撮ってみたいかなと思いますね。F1.4 のレンズ持ってきてるんで。はい。まあ、先ほどとでね、全く一緒ですね。シャッタースピード60分の1、ISO 80で F1.4 ですね。はい。F1.4 で 50mm のレンズ使ってるんですけど、全く飛んでるでしょ。ね。はい。じゃあ F1.4 のレンズ使って、どこまでね、F 値を下げれることができるのかっていうのをちょっと見ていければいいかなと思いますね。はい。ということで、今ね、ND つけてる状態ですね。ND2 でこうですよ。これ外すとどうなるかっていうと、ないとさ、もっとやばいよ。もっと明るい、もっと飛んでるからね。でも真っ白やと思いますけど、はい。ないとこんな感じですね。もう真っ白ですね。はい。じゃあちょっと順番に回していきますね。今、露出は 2.0 で飛んでます。はい。おー、来ました、来ました。おー、来てるね。これ露出 0.7 ですね。プラ 0.7。これ露出プラマイゼロですね。プラマイゼロでどこまで行ったかっていうとですね、もう ND400 のとこまで来てますね。はい。だからね、F1.4 のね、レンズ使おうと思ったらね、マジで、ND400 ぐらいまで絞らないといけないですね。絞るっていうか、やらないと。もう厳しいですね。だから太陽の光をさ、400分の1に減らさないと。ここまでならないっていう感じですね。それかですね、まあ、苦しみ紛れでもないけど、シャッタースピードをね、関西やったら125分の1にするか、シャッタースピード125分の1にするとこんな感じですね。これだと ND のね、濃度をもうちょっと下げれるんで、あの色ムラとかもないんじゃないかな。これでちょっと下げて、これちょっと明るすぎるね。こんな感じかな。プラ 0.3。 これでもね、ちょっと見た感じ多分ちょっと暗いと思うんじゃないの。暗いと思わない？もうちょっと明るくしたいですよね。まあ青空なんで雲出てないから、白飛びとかそんなに気にする必要もないから、これぐらいかな。ね、微妙に大阪城映ってるでしょ。こんな感じっすね。これが一番綺麗なんじゃないかな。一番綺麗っていうか、これでも言っとくけどね、露出プラス 1.3 っすね。うん、プラス 1.3 っすね。うん、これでね、ND がどれぐらいになってるかっていうと、これね、ND200 ぐらいですね。うん。ND200 ぐらいです。はい。だシャッタースピード125分の1にしない、して、で、F1.4 のレンズ使うんやったら、シャッタースピード125分の1で。うん。ただまあ、風景撮るんやったらね、F8 ぐらいまで絞るんで問題ないんですが、問題はね、花とか撮るときにね、F1.4 で背景を大きくぼかしたいとかね、っていうのがあると思いますんで、それでね、この ND フィルターが必要になってきますよと。だから風景だけ撮りたい場合は、前に紹介したね、 ND8 から32とか ND8 から128とか、そこら辺で十分ですけどもね、こういった明るいレンズを使いたい場合は、やっぱしこのね、 ND2 から400ですね、めちゃくちゃ万能なんで、これがおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい、 ND2 ですね。 ND2 シャッタースピード60分の1。これだと全然見えないですよね。背景すごいぼかしたいとき、 F1.4 ですね、これね。はい。はい。
これ F1.4 ですね。 ND フィルダーめっちゃ使ってますね。これね400近いですね。これこんな感じっすね。で早速1個目撮ってみた写真がこれですね。これがフィルターありですね。 ND の濃度は一番低い2になってます。はい、で比較の写真もね他に撮ってますんで、それはねちょっと後で紹介したいかなと思いますね。まあ、これだけ綺麗に写ったら十分じゃないかなと思いますね。はい、で先ほどの木をね近づいて撮った写真ですね。これはですね取って出しですね。一切いじってないです。 JPEG ですね。はい、こんだけ綺麗に写ったら十分じゃないかなと思いますね。はい、お次はねビルを撮ってみました。ビルのね両サイドに流れてるあの飛行機雲は結構いいですよね。はい、本当に ND フィルターつけてるのっていうぐらい結構綺麗に写ってんじゃないかなと思いますね。はい、はい、続いてですね超広角レンズの一番広角側ですね。 16mm で撮ってますね。はい、大阪城でこんなに人いないのかなり珍しいですよ。はい、でもかなり綺麗ですねこれもね。はい、で大阪城ですね。さすが大阪城綺麗ですね。これだけ人いないのもやばいですけどねこれね。で写真も綺麗ですよね。これ ND フィルターついてますからね。何度も言いますが、はい、つけててこれだと綺麗なんじゃないかなと思いますね。はい、はい、でこちらがですね近づいて撮った大阪城になってますね。はい、F8 まで絞ってますね。はい、絞っても全然綺麗ですねこれね。はい、でこちらがですね、フィルターありの F2.8 ですね。はい、まあ、ぼかして花を撮ってみたら感じこんな感じですね。はい、はい、で続いて開放の F1.4 ですね。はい、まあ、F1.4 にもなるとかなりボケてますね。はい、でこんな感じになってますね。はい、ではですねこの写真でちょっと比較してみたいと思います。これがですね ND フィルターありになってますね。はい、この写真をねちょっと覚えておいてもらえたらいいかなと思いますね。はい、はい、でこっちがですね ND フィルター取った状態になってますね。はい、若干色味が変わってるかなという感じですね。これ両方でちょっと比較してみたいと思います。はい、で比較してみた感じがこんな感じになってますね。左がありで右がなしですね。はい、ちょっとね色味がちょっと変わってるかなという感じですね。解像感もあんま変わってないんじゃないかなと思いますね見た感じね。はい、でこちらの写真も比較してみたいと思います。これはね ND フィルターありになってますね。はい、空をね見るとちょっと違いがわかるかなと思います。はい、でこちらがですね ND フィルターなしですね。はい、結構空撮るとねちょっと違いがあるんじゃないかなと思いますねこれね。でこちらでも比較してみました。左がですね ND フィルターありで右がなしですね。これ空見てると結構違いますよね。うん、はい、で池のね写真をちょっと撮ってみたんですが、これがですね ND フィルターありですね。はい、はい、でこっちがね ND フィルターなしになってますね。これもちょっと比較してみたいと思います。でこっちがですね左がありで右がなしですね。この両方を見るとそこまで違いないんじゃないかなと思いますね。はい、さっきの写真ほどの違いはねないんじゃないかなと思いますね。はい、最後にねもう一つ比較してみましょう。これがですね ND フィルターありになってますね。はい、はい、でこちらがですね ND フィルターなしですね。はい、はい、でこちらもですね左がありで右がなしになってますね。やっぱね空のね色味が違ってるかなとは思いますねこれね。はい、そもそもですねなんで ND2 から ND400 がですね YouTuber にとっておすすめかっていうと、 YouTuber はさ被写体がコロコロ変わるじゃん。 Vlog とか流行ってるけどね、こういう景色撮ったりとか花撮ったりとかで近づいてないいろんな虫撮ったりとかっていうことで気になったものをコロ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 撮ったりするんで、やっぱり被写体がコロコロ変わるんですよね。で被写体によっても大きくぼかしたりとかさ、そういうこともあるから明るいレンズ使ったりとかいうことがねあると思うんですけども、そういった時にねやっぱしあの ND フィルターがないとねまともに撮れないんでね。で濃度の濃い ND フィルターですね。レンジも広いし ND2 から400もあるんで、で ND2 から始まってるところもいいんですよねこれね。 ND8 から始まってるとややね、今めっちゃ晴れてるでしょ。これがですね曇りの日とかはねちょっと減光しすぎっていうか暗くなりすぎたりするので、やっぱしね ND2 とかねから始まってるのが結構ね使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。一つだけね気になったことがあったんですが、取り付けた時にねレンズによってはねこのオレンジ色のね回すところの位置がねちょっと違ってしまってて、特に 50mmF1.4 なんかは真下になってしまってて、そこがね若干ちょっと回しづらさはあったんですが、まあでも精度そのものにはね影響ないので、まあそんなに気にならないかなとは思いますね。はい、はい、ということで他にもですねいろんな商品の商品レビューしてますんで、もしよろしければですね高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。